まあ、ルキアンはやっぱりあの体の強さで J2 のやっぱ守備陣からするとちょっと規格外で対応は 大変だと思いますよ。僕もコーチの時にちょっとまずディフェンスで立てっていう言われる時あるじゃないですか。あ、ちょっとなんていうんですか、本当にしないけど、ただいるっていうディフェンスで、やっぱり体ちょっとポッてやられただけで、こいつ強えなっていうのはやっぱりね、感じるから、相当強いと思います。柔らかい？体はね、そんな柔らかくはないです。何がいいんですやっぱり強さじゃないですか。強い。強さと速さ。なんで点取るようになった？でも、もともとルキアンはそのシュートとかは、まあ、僕らも打った時にうまくはないんですよ。だから、まあ、多分いい簡単なボールはそこまで外してるから、外すよこく、とも多いじゃないですか。外してる。でもそういう選手なんですよ。でも、まあ、たまにこう難しいボールも決めるし、でもだからルキアンもあんだけなんていうの、フィニッシュまでの、ね、過程はすごいいいじゃないですか。あれは決めきったら多分ね、J1 に行けちゃう選手だと思うんですいや、けそうど、だよ。今気持ちよくサッカーやってるの分かそるうですもんね、ね。だからまあ、今年の初めとかね、ちょっと怪我があって、ちょっと不安定な部分あったんですけど、なぜか体の強さで克服しましたね。ああ、なるほどね。やっぱそれはマコのね、トレーニングを受けてですね、やっぱり点を取るようになったということですね、マコちゃん。いや、僕は趣味の人間なんで、してないです。気持ちよくさせてくれるんあ、ですそうですよ。ね。まあ、持ち上げてね、俺もできるぞっていうね、自信を持たせる。俺でなんのかな。で、右サイド、鈴木優斗。で、左、正也ね、松本。鈴木優斗、3枚の後ろよりもやっぱ前の選手じゃないの、あれ。まあ、僕はその件に関してはそうね、それ、言えいないや、です。俺はそう思った。やっぱりこの前の松本戦もそうだけど、彼、何を俺一番思うかっていうと、彼の1対1の対応を大井健太郎と、あいつ、鈴木優斗と比較してみても、彼はやっぱり守備の選手よりもやっぱ前で生きる、攻撃で逆に言うとこう守備していくような部分、具体的に言うと1対1の前が近い、他の選手より。まあ、もともとね、やっぱりその前のそうじゃん。選手ですから、よくね、ボランチの選手がセンターバックやると、やはりそのなんていうか軽いプレーが、どうせね、前で守備してるときは後ろにセンターバックいるからいいやっていう守備するじゃないですか、一発で。でも最終ラインだとね、それやっちゃうともうすぐキーパーと1対1で失点食らっちゃうっていうね。だから、まあ、そういう部分では、まあ、その最終ラインでの守備、中盤での守備っていうところで、まあ、長年ね、やっぱりやってきたものが出ちゃうっていうかね。だから、あそこをどっちかっていうと、まあ、今後のことを J1 行ったりとか、まだちょっと早いけど考えると、後ろにそういう意味で言うと、入った伊藤真希とが最近出始めて、まだちょっと試合感がまだまだないのかなとは感じるけど、いい部分もやっぱり出るじゃん。後ろはちゃんと、この前だったら山本則道、健太郎、伊藤真希と守れる選手が3人いて、基本的には前の選手はこう攻撃にすごく力がある選手がいて、岩田がこれ点を取れてるからいいんだけど、取れなくなったら、後ろがこの前4-0でね、シャットアウト久々にしたけどさ、我慢できなくなる可能性が、怪我人とか後ろ出まあたりそうとですね。か、ここが気になるんだよね。どうですか？まあ、なんですか、僕らがやってた頃も、まあ、正君監督で3バック、まあ、基本的にはもう攻撃的なそのスタイルで、で中盤の選手の特徴を生かすために、極力やっぱりね、守備に戻らせたくないっていう形でやってたんで、だから僕とヒデさん、ね、で、まあ、山西ね、山西君、よく喋る山西君今、ね。常葉大でコーチやってコーチる。ね、のぼりさんね。だから、基本は、後ろは、大体ね、今、3バックだと、このウィングバックが入って、5バックで守るケースが多いと多思うんかっですたけけど。ど、僕らの頃は、基本的にはもう、ウィングバックも前に行って、で、3バックのスライドして、で、この3人で後ろ守ってはたと。68を守れっていうスタイルでやってたから、まあ、きついっちゃきついですよ、実際は。だからそれがだんだん初めはうまくいったけど、途中やっぱりね、逆サイドが空くっていうので、そこに振られると意外と僕らもウィークでやられたっていうケースがあるんで、だからそこのやっぱりまずのファーストディフェンスがやっぱりまずね、蹴らしちゃいけないっていう、背後を蹴らせないっていう、ところでやっていかないと、やっぱり背後は
使われるとやっぱり良いとしたらね、どうしても遅いからね、岩田の最終ラインは。ただ前の選手とか、まあ優位には優位じゃないですか。あ、そうそうそう。だからそこはちょっとね、ファーストディフェンスのところはもっといかなきゃならないのかなっていうのは、相手も狙ってきますからね、うん、今のね、後ろ3枚で 68m 守るっていうのはすごくしっくりきたんだけど、はい、あのこの前の健太郎の守備がすごい良くて、うん、前でこう奪ってたし、うん、あとボールに行けないときシュートコース入ってブロックしてるし、うん、リーダーシップ取るし、うん、4点目小川大輝に出した金子のあのフィード、うん、縦のパスも良かったし、やっぱりあの彼があの今まで俺ゲーム良くない時っていうのは危ないと思ったら、やっぱりちょっと最終ラインも含めてちょっと遅さがあったんで、うん、結構深く取るっていうか、うん、最初にでスペースが生まれて、うん、そこ入ってこられたり背中取られたりしたけど、うん、あれが前でさ、うん、いけたっていうのはすごい大きかったんだけど、あの辺どう？だからあの良かった時、まあ、なんていうか、健太郎がいて、陸、森岡陸がいて、で伊藤弘樹がいる、うん、だから、なんていうんですか、まあ、僕もそうですけど、真ん中で後ろ横にある程度速い選手がいる、強い選手がいるっていうと、まあ、あとはその行ったところをカバーする予測がしやすいっていう部分では、まあ、組み合わせは良かったんだよなと。あ、なるほどね。逆に山本範道とあの伊藤真希人がそう、だから意外とこの健太郎行ったところをチャレンジ&カバーでこうケアできてたっていう部分も大きいのかな。でそれでまあ健太郎もね、まあ、気持ちよくやれてたのかなっていう印象もあるし、だそれがなかなかね、その3バックもこうちょっとしたズレでやっぱりね入れ替わっちゃったりとか、行くつもりが背後疲れちゃったとか、そういうのもあると思うんで、まあ、そういったところがちょっとね3バックのまあコミュニケーションじゃないけどコンビネーションが、うんうん、良かったのかな。なるほどね、うん、じゃあ彼らがあの乗り道とか復帰してきたりとか、そうそうそう、伊藤真希と取ったのが大きかった。だもともとね守備力ある選手だと思うから、あとは組み合わせ大事やね、組み合わせね、まあ大事だと思います、ね、まあフォワードもそうじゃないですか。いや絶対誰ですか、フォワード合わなかった選手は。はい俺さ、あのドゥンガの時のちっこいあのブラジル人、なんだっけあれ、え、名前忘れた。あれ小さいいたじゃん、ちょこちょこしたのフォワードで、アレッサンドロですか。アレッサンドロ、うん、あいつさ、中国のさ、中国だった、どっかで上海新館どっかと試合した時なんかあったと思うんだよ、うん、あの時にさ、なかなか寝なくてさ、あ、そっちの合わない、うん、プレーじゃなくていや、それでさ、わがままだったからさ、あ、でもいいんですよ、それはね、いろいろありますよ、選手なのね、まあ、まあね、だからそういう、あるじゃないですか、組み合わせが。あるある。でもそれは本当選手はね、こう中で合わせなきゃならないと思うんですけど、でもやっぱり相性がいい悪いっていうのはね、どうしても人間関係もねそうですけど、いや、いいやつでしたよ素晴らしかった。いや、でもあいつは意外と点取ったりして、アジストもしてるんじゃないですか。最初はね、やっぱね、馴染むまで時間かかる。そうですね、はい、お互い理解し合うまではね。そうそうそう、はい、最初そう、まあ、当たり前こんなの。でね、孫、はい、最後なんですけれども、はい、ジュビロがこの後昇格するためには何が必要だと思いますか。まあ、やっぱりその当然終盤になってくると疲労も溜まってくると思うので、コンディションは大事だと思うし、あとは怪我人も出てくる、その中でそのサブのメンバーとか控えのメンバーが、まあ、当然メンバー外で今やってる選手たちもそうですけど、やっぱりそのいつでも出れる準備っていうか、うん、で戦術理解した中で入った時にその同じようなプレーができるかっていうのを準備できるかっていうのも、まあポイントになってくると思うし、あとはやっぱり先制点ですね。先制点、先制点取れればやっぱりそのある程度その自分たちのリズムでできるし、で守れるし、うん、でボールが、ね、持てるから、そこまでね、うん、その一発やらない限りは、変な暴れ方しない限りはやられないと思うので、そこですかね。さすがだね。先制点したら今シーズンのジュビロは約9割勝率と、うん、いうことですから、キーワードは先制点。先制点ですね、やっぱり。さすが。いや、先制点は守備の人間からするとやっぱり気持ち的に楽だから、後ろも。いや、マコさ、俺だってずっとジュビロでコーチやってきて、はい、もちろん選手は当たり前だけど、うん、で俺ね、外見てたのがいいと思うのよ。アビスパ福岡行ったじゃん、うん、
それでジュビロっていうことを見れたりとか、はい、そうですね。でかくない？ちょっと今スカウトっていうところです。今は面白いですよ。だから、ね、現場監督やって、ユースやって、コーチ、トップコーチやらせてもらって、今スカウトでまたいろんなところ見て、でいろんなね、強化の話もスカウト陣の中で聞くし、だから、まあ、勉強にはなってます、今。いろんな、あ、チームってこうなんだとか、まあ、こういう指導してるんだ、雰囲気なんだっていうので、でまあ吉川さんがねこういう業界にいるんでまたね勉強させてもらってますし、絶対舐めてる、はい、いろんなねジャンルの人ともね会えるし、だってお前さ今日さダンヒルカフェですよ。すごいです、こんな銀座のど真ん中で、はい、さすがです。しかもまこちゃんこのチョコレート見て、ほらダンヒル、お見せできないのがあれですけど、そうそう、一応ね見えるのかな、ダンヒル見えないかな寄れないかなこれいいんですよ、はい、これをですね、じゃあちょっとまこがね幅を広げていくために、じゃあチョコレートを食べてみて、はい、どんな感じなのか印象を答えてもらいましょうかはい、まこちゃん、じゃあダンヒルチョコレートいただきます。うん、綺麗にね、音がいいね。どう、あ、歯応えがあって、なんて歯応えで、甘すぎず、うん、うん、ちょうどいい僕好みのチョコレートですはい汗かいちゃうねはい、美味しいです。美味しい？大人の味？それとも大人の味です。大人の味です。大人の味？でも子供の味と大人の味ってちょっと分かんないですけど。なんかさ、甘いや。俺がいいんじゃなくて。うん、で、はい。いや、キットカットとかは大人の味ですかね。ああいうのは。あ、本当。本当ってない。いや、そうか。ということですから皆さん、僕らはたまにここに来させてもらいます。はい。はい、吉川さんの、あの、人生のね、いろんな経験をした話を聞かせてもらってますそれでは皆さん、よろしくお願いします。